Bonjour, パリマダムのレポーターのミシェルです。前回のレポートではベリブの登録方法を説明しましたが、今日はベリブの正しい選び方をお見せします。このベリブの選び方、一見簡単に思えるんですが、中には壊れているものもあり、気をつけないと面倒くさいことも少なくありません。そこで気持ちよくベリブを使えるために、今日はいくつかアドバイスをお教えします。ベリブのチケットを使って自転車をレンタルする前に、状態の良い自転車を見つけることが大事です。ここで重要なポイントは、日本の常識を忘れることです。パリは何でもあり得る街だと思ってください。一番最初にチェックするのは、このベリブがつながっているベースです。このベースにランプがあるんですが、このランプが赤になっていると予約されているベリブということなので、このランプが緑のものを選んでください。次にチェックするのがタイヤです。ちゃんとタイヤはパンクしていないかどうか確認したら、ブレーキ、そしてサドル、そして次が盗難防止のチェーンが前についているかどうかを確認してください。全部状態のいい、ベリブが見つかったら、今度はこのベースについているナンバー、ベリブのナンバーをチェックしてください。もしも不良のベリブを選んでしまった場合は、ご心配なく、元に戻して新しい別のベリブを選ぶことができます。まずはじめに画面の5を押して言語選択のスクリーンを表示します。番号を押すには右下のキーパッドを使います。残念ながら日本語のチョイスはないので、2を押して英語の説明画面にします。英語のメニューが表示されたら2を選びます。登録チケットに記入されている番号を打ち込み、緑のボタンを押して OK します。次に登録した時に決めた4桁の暗証番号を入れて、緑のボタンを押して OK です。ここで表示される画面にはいくつものオプションが選択できますが、 Take a bike、 自転車をピックアップと書いてある1を押してください。そうするとレンタルする自転車の責任を負いますという文章が表示されますが、緑のボタンを押して同意します。ここで先ほど選んだ自転車のナンバーを押して緑で OK します。そうしたら選んだベリブの近くまで行き、つながっているベースにあるボタンを押して手前に引っ張ります。これでようやくベリブゲットです。早速私はベリブで、パリを楽しんでこようと思います。ではまた。 Au revoir!